リクタス。ディクタス、1967年4月11日から1989年9月20日は、フランス生産の競争馬、シュボバである。競争馬としては1971年に G1 競争のジャックル・マロア賞に優勝。シュボバとしては日本に輸入されて、すぐに1984年に、ファーストシーズンサイヤーチャンピオンになると、3歳チャンピオンの サッカーボーイをはじめ多くの活躍場を出した。1969年より主にフランスで競争生活を送り、引退後の1972年よりフランスで種ボバとなり、1980年に日本へ輸出された。以後フランスに残した産区からザラテア、パリカラキ、日本ではスクラムライナサッカーボーイといった GI 優勝場を輩出した。 1968年に6万4千フラン、約466万円で、ホセムソリアーノに購買され、アールド・モニー・パジョル級車に入厩し、ラテン語で、お告げを意味する、ディクトスと名付けられた。2歳でデビューしたディクタスはダリア賞で3着になり、フォンテーヌ・ブロー競馬場のブケ・デューロは賞、プリディー・ユー・ブケ・ディー・ユーロは、1700メートルに勝って2001勝で、シーズンを終えた。 3歳の時は、春に、ジュドランジュ賞、プリー・ジュディ・オレンジ、2000メートル、楽賞、プリー・ディ・ユー・ラック、2400メートルに勝ち、3100メートルのパリ大賞点に挑み大敗した。この後、中距離に戻って、G2 コートノルマン賞に着、続く、ラロシェット賞、プリー・エル・エロシェット、1850メートルに勝った。 夏を休養して秋初戦の g にアンリデラマール賞で4着の後、イギリスに遠征して、ニューマーケット競馬場のチャンピオンステークスに挑戦した。この競争には、この年のイギリスの三冠馬ニジンスキーが出走した。ニジンスキーは三冠達成の後、フランスへ渡って外線門賞に出て、サザフラに不覚を取った後だったが、敵距離の2000メートルに戻って、勝利は、 間違いないと考えられていた。イギリス人の中には、ニジンスキーの単勝に200万ポンドもかけた不動産屋もいた。ところが、ニジンスキーの引退レースを一目見ようと集まった2万人の監修は、出走前のニジンスキーを追いかけ回して、スターティングゲートのところまで取り囲み、ニジンスキーはすっかり興奮して消耗してしまった。ニジンスキーは動きが悪く、 早めに抜け出したを捕まえられずに三馬審査で敗れた。3着には、ホットフット、ハットフットが入り、ディクタスは4着だった。小馬になったディクタスは、春初戦ので、ファラウェイさん、ファーウェイさんを、首差を割いて1分36秒後の、レコードタイムで勝ち、グループレース初勝利を挙げた。続くが0勝、G1、2100メートルでは、カロの前に9着に敗れ、自走。 モーリス・ドラクソン賞でも4着に終わった。夏は、メシドール賞、G3、1600メートルで、首差の2着に敗れた後、ドービル競馬場のジャックル・マロワ賞、G1、1600メートルに出た。リクタスは、イギリスの三歳馬スパークラー、スパークラーをゴール前でハンバシン捉え、G1 初優勝を遂げた。1マイルの G1 競争に勝ったとはいえ、 ディクタスの進化が問われるのは自走、イギリスのアスコット競馬場の G2 戦、クイーンエリザベス二世イステークスになった。この年のヨーロッパのマイル路線には一頭の消失場がいた。春に2000ギニーで本命のミルリーフにサンバ審査をつけて切って捨てたブリガディア・ジェラードである。ブリガディア・ジェラードはデビュー以来無傷の8連勝でこの競争に出てきた。ディクタスが これまで戦ってきた相手を尺度にすると、リクタスガエブリ賞で首差を争ったファラウェイさんは、その後イギリスへ渡ってサセックスステークスに挑み、ブリガディア・ジェラードの日着になっていた。とはいえ、喫茶は大差だった。しかし、ジャックル・マロワ賞で半場審査だったスパークラーは、セント・ジェームズ・パレス・ステークスで、ブリガディア・ジェラードと頭差の勝負をしていた。これは、ブリガディア・ジェラードに、 最も僅差まで迫ったもので、これ以外の7戦で、ブリガディア・ジェラードは、常に2着に最低でも2馬身以上、合計で27馬身大差をつけて勝ってきている。9月末のアスコット競馬場のクイーン・エリザベス2セイステークス、G2、1マイルイコール約1609メートルには、たったの3頭しか出走しなかった。他は皆ブリガディア・ジェラードを恐れて回避した。結局、リクタスは、 ブリガディア・ジェラードに八馬身の差をつけられて2着になった。これがディクタスの最後の競争となった。この直後、ファラウェイさんは、ブリガディア・ジェラードとの対戦を避けて10月に、ムーランドロンシャン賞、フォレ賞の G1 競争を制した。スパークラーはコバになって、G1 のモルニ賞を勝っている。この年、G1 競争に勝ったとはいえ、 フランスでのディクタスの評価はそれほど高くはなく、フリーハンデでフランス場の中で14位にランクされた。全成績は17006勝、獲得賞金は596,678フランと2,623ポンドだった。1972年よりフランスのマレー牧場で種ボバとなる。1978年に種ボバランキングで5位となったのを皮切りに、 毎年10位以内の成績を保ち、1980年には日本のヤシロ大グループに購入された。翌1981年には自己最高のランキングに、フランスを記録し、さらに1983年にはザラテアがオークツリーショーステークス、パリカラキガとサン区がそれぞれアメリカの G1 競争に優勝した。日本でも教養初年度3区から朝日杯三歳。 ステークスカチューマのスクラムダイナーを出し、その後も GI 競争2勝のサッカーボーイなど、数々の重賞勝利馬を輩出した。1989年に23歳で死亡。サッカーボーイが後継守護場として3頭の GI、競争優勝場を輩出しているほか、ザラテアのサン区にフレーズ、ブリーガーズカップターフなど、G1 競争3勝、サッカーボーイの全妹。 ゴールデンサッシュの3区にステーゴールド、香港バーズ優勝、オルフェーブルなどの父がいる。決闘は本来は長距離向きとされるものだったが、気象の激しさが前面に出て、長距離向きと単、中距離向きの馬が極端に分かれる傾向があり、ヨーロッパでは長距離馬も送ったものの、日本では自身と同様に激しい気象を備えた単、中距離向きの3区がほとんどであった。しかし、 瞬発力に優れまいる中距離走を得意としていた代表3区のサッカーボーイは種ボバとして先ぞり転象を起こし数々の長距離馬やパワー型のダート馬を排出したライターの村本光平はリクタスから出たこうした決闘的特徴を意外性の地と称しているまた、八代大グループ所有馬で1980年代の最有力種ボバであった ノーザンテイストを父に持つ繁殖品馬との相性が良く、リクタス、ノーザンテイストの肌は、ヤシロの総帥、吉田全財が誇る配合だった。吉田と信仰の深かった作家の吉川良によれば、吉田は、リクタスの死に際して、横綱ではなかったが、名王関だったねと表し、一つの時代が終わったね、と吉田としては珍しく、干渉的な態度を見せたという。また、 吉川自身は、リクタスについて、ヤシロ大ファームを支える柱の一つになっていた。ヤシロ大ファームを日本一の牧場にしたのは、農ンテイストのおかげといって間違いないが、脇役としてのリクタスの存在を忘れたら、正確でないと評している。なお、ヤシロ大グループの白老いファーム上長、原牧重幸によると、リクタス産区は、機嫌は、損ねると、耳を後ろに寝かせ、 白目を向いて睨みつけるという独特の表情をするものが多くおり、放牧地でそうした表情を見せる馬を見つけ、不景か母景にリクタスの血が入っていないかと確認するとその通りであることが多かったという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。